皆さんこんにちは、鶴田由紀です。今日は最近飼い始めたワンちゃんと一緒に撮影してみようかなと思って、こんな感じでセッティングしてみました。と内容も普段結構固めのお話が多いので、今日は美容のお話の中で私自身がいつも受けてる美容の施術のお話をいろいろしてみようかなと思います。はい、ちょっと待ってください。よく私が受けてる美容の施術の話していくんですけど、大きく分けて3つあるのでご紹介していこうと思います。まず1個目が美肌施術ですよね。だいたい3つセットで行ってます。1つがフォトって言われるやつです。他の動画でもご説明したかなって思うんですけど、シミを取るための一応機械なんですね。これのいいところがお顔全体に光が当たって、ただ1個1個のシミをレーザーで取っていくんじゃなくて、お顔全体のメラニンっていう細胞をターゲットにしてちょっとずつ薄くしてくれるので、お顔のお肌全体がだん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 綺麗になるんですよ。しかもシミだけじゃなくって美肌効果もあるんですね。なので月に1回当てていくんですけど、それを繰り返すことでどん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 お肌が綺麗になるっていうところがいいところかなと思います。最初に3つ組み合わせるよって言ったんですけど、あとの2つが、1個がピーリングですね。これもさらに肌のツヤ出してくれるのでいいかなっていうのと、もう一つがイオン導入とかよく言われるんですけど、例えばビタミンとかヒアルロン酸コラーゲンみたいな美肌に欠かせない成分を細かい微粒子にして微弱な電流と一緒にお肌に入れていくっていう施術なんですね。結構フォトとかやった直後って突っ張ったり赤みが出たりするんですけど、そういった施術による肌の一時的な負担っていうのも鎮静化してくれるっていう役割が一応ありますね。なのでフォトとピーリングとイオン導入はセットでやるのすごいおすすめかなと思います。ちょっと全然喋りに集中できないので、この子は一回お家に帰ってもらおうかなと思います。バイバイ。よいしょ。はいはい、ちょっとワンちゃんがいるとあんまり集中できなそうだったので、一回お家に帰ってもらって、残りの2つの施術の話したいと思います。2つ目がボトックスですね。他の動画でも結構私話してきたんですけど、ボトックスってすごくお手軽で、初心者の方にとっても敷居が低くってお受けいただきやすいんじゃないかなと思ってます。私が打ってる場所はそんなにいっぱいじゃなくって、目尻とかだけにすごい少量で注入してるんですけど、ボトックスって基本4ヶ月とか3ヶ月ぐらいで切れちゃうので、結構定期的には打ってるかなっていう感じです。こうやって自分でチクチクって注射してます。この眉間のうっていうシワとか、の目尻のにっていうシワとか、結構本当に綺麗に消えるので、ボトックスは本当におすすめですね。はい、3つ目がハイフですね。これも私他の動画でお話ししてきたんですけど、引き締めとかたるみの治療として行われる機械ですね。ハイフっていうのはこの施術で使われる特殊な超音波の名前なので、実際にはいろんな名前のいろんなメーカーさんの機械があって、それによって強さとか効果はちょっとずつ変わるんですけど、これも耐えられる範囲内の痛みでダウンタイムが全くないので、すごくいい治療だと思います。しかも大体の機械がハイフってかなり長期間持つんですよ。フォトとは違って半年とか1年ぐらいのクールでゆっくり繰り返せば大丈夫なので、そんなに普段のお仕事にも支障が出ないし、こちらも受けていただきやすいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は私好きな施術いっぱいあるんですけど、その中でも特に鬼リピートしてるような美容クリニックでの施術についてお話ししてみました。ちょっと途中ワンコが来て元気いっぱいで大変だったんですけど、皆さんにもちょっと楽しんでもらえたかなと思います。またこれからもいろいろ発信していくので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。ありがとうございました。